現金書き留めをね、現金書き留めをポストに差して帰ったらダメだよ。現金書き留めポストに差して帰っとんねん。ほんで、差して帰ってるだけだったらええねんけど、本当は5通あらなあかん。現金書き留めが2つしか、2通しか来てなかったね。3通行方不明なんよな。僕も番号管理してないからやねんけど。今聞いて、聞きに行って。んで、あれや、現金書き留めって何？オタクのところは、差しとけって言ったら差しとくのんとか、見当たれへんとかって言うのんって言ったら、いや、そんなことないですと。怖いえ。なんかここ入っていかなあかんねん、ちょっと。はい。ということで、まあ、帰りますよ。